大垣城、大垣城は岐阜県大垣市角町にあった日本の城、平城、大鹿城、美城、または巨六城とも呼ばれる。宮川市追記当時は牛屋川を外堀の代わりに利用し、本丸と二の丸のみであったという。宇治江市、伊東市によって改築が加えられたとされ、1613年、慶長18年には石川忠近によって、 総堀は加えら、松平忠義が天守を改修した。その後1649年、慶安2年に、戸田市鉄によって明治に至る姿とされた。戸田市改修後は、並角式に、本丸と二の丸を並べ、その周囲を三の丸で囲い、さらに外周は、そう構えとしていた。本丸には、北西宮におい4三十4階ともの複合式、相当型天守を挙げ、 三十矢倉一気に二十矢倉を三気、二の丸に、月見矢倉など三十矢倉を四気、三の丸には二十矢倉四気、平矢倉一気などが縦並べられ、本丸に二つ、二の丸に一つ、三の丸に、大手門など、大小五つ、外角に、南大手門など、大小七つの門が開かれていた。また、東層門から、西層門にかけて、層堀の中の車を、 ミノロが抜けていた。1500年、明王九年に、竹越直綱によってイビ川、牛屋川東々にあった牛屋に築かれたとも言われ、1535年、天文四年に、宮川安定が大尻に築いたとも言われる。この当時は、牛屋城と呼ばれていたとされている。1544年、天文十三年に、織田の武により落城し、 織田の達が五年間上司を務める。その後、1549年、天文18年、斎藤支配下の竹越直光が上司となる。1559年、永六二年に、桑原直元が上司となり、堀や土塁に手を加え、総加湖井などが整備された。織田氏、斎藤氏、織田氏と支配権が移った後、この地域の支配権を獲得した豊臣秀吉により、 1583年、天正十一年に、池田恒興が上司となった。所領は十五万国とされる。翌1584年、天正十二年に、小牧、長久手の戦いで、恒興が戦死すると息子のテルマサが継いだが、さらに翌年の1585年、天正十三年にテルマサは、岐阜上司になる。代わって百八十五年、天正十三年には、 田中義政、秀次金次、中村和氏、大美奈口岡山城、堀尾義春、大海沢山城、山内和豊、大海長浜城らと共に秀吉の老い、豊臣秀次、大海八幡山城宿老に任命された、一柳寺か松が、大垣城に廃され三万国を領したが、1586年、天正13年11月29日、旧暦。 一月十八日の天正地震で、城は全壊消失した。五百八十八年、天正十六年に、一市柳寺か松によって、もしくは五百九十六年、慶長元年頃伊藤博盛が、城主の時に改築が行われ、天守が築かれたとされる。天正十八年、五百九十年の小田原聖伐で功を挙げたことから伊藤森影が、城主となり、 1599年に森慶が死ぬとこの伊藤森宗が後を継いだ。1600年、慶長5年の関ヶ原の戦いの際には、上主伊藤聖衆が西軍に属したため、石田三成らが入場して、西軍の根拠地となる。その後、西軍本隊は関ヶ原に移動。城内には福原長らが首相となって残るが、 関ヶ原の本線で西軍が敗北すると東軍に行為され落城。その時の逸話がおあむ物語として残っている。江戸時代に入り、徳川家康は、不代大,大名として、石川安通りを上司にし、その後1635年、寛永12年に、戸田市鉄が上司となって以降、明治に至るまで、大垣藩戸田氏の居城となった。 1873年、明治6年に発布された廃城令により廃城となったが、天守など一部の建物は破却を免れ、1936年、昭和11年に天守等が国宝、旧国宝に指定された。しかし1945年、昭和20年7月29日の大垣空襲により、天守や牛虎倉などが消失した。 天守は1959年、昭和34年に、唐櫓は1967年、昭和42年に、鉄筋コンクリート構造で、九条八万条を参考に、外観復元されたが、観光用に窓を大きくするなどの改変がなされた。2008年8月、市民検討委員会が、大垣市に、木造再建案を提言している。2005年、大垣市は、 戦後に、総堀が水門川や用水路として残る以外の堀が埋められ、計画性のない開発により主要道路や大垣駅からは、天守より高い建物によって見えなくなってしまったとして、昔の大垣城を復活しようと、大垣城格格整備ドリーム構想という計画を立ち上げた。2006年以来、検討委員会がたびたび開催されているが、計画は具体化していない。 2011年2月22日、屋根瓦の吹き替えと外壁改修工事が完了。この工事で戦後の再建時に改変された外観が資料をもとに消失前の外観に近くなるように改修された工事最終完了は3月4日。2017年平成29年4月6日、俗日本100名条144番に選定された。 開発により多くの遺構は失われたが、本丸の石垣及び水門側として、外堀の一部が残る。移築建造物としては、市内の民家に、本丸関門が、市内、長松町の天理教本前文教会に、清水も門が残る。また、大野町、西方の民家に、どこの門かは定かではないが縄門が移築され、現存する。かこみが原市小原町。 野口の野口城に、殿下農場一区鉄門とされていた門が、各ヶ原市に城とされ解体調査の結果、大垣城の鉄門であることが分かった。現在修理され、各ヶ原市うぬま塾に展示されている。本丸、二の丸市は、大垣公園として整備されている。1880年、明治13年に、旧本丸敷地に中学校が設置される計画が、 あったが中止された後に公園として整備された。復興店主には、関ヶ原の合戦を、石田三成、徳川家康両者のモノローグで、リアルタイムに寄ったムービー、格約30分など様々な動画コンテンツを閲覧できる。ひなわ銃ややり、弓を実際に触ることができる展示コーナーもある。2000年、平成12年に開催された、決戦関ヶ原大垣博では、 テーマ館の一つとして使用された。入場料は100円である。本丸を取り囲んだ腰車のの倉。本丸と共に旧国宝になったが、繊細で消失した。戦後鉄筋コンクリート作りで復興した。鉄筋コンクリート作りで復興。シャチガワラが当時の復元に変更された。ノブツモルの石垣は石灰岩で作られている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。